お、キヨシさん、こんにちは、こんばんは。モデル視察か、これ。あ、そうです。後期の黒もいかついな。サンガーヘッドの 600H ですか。そうですね。これってロングですか。いや、これ普通の 600H です。でかいな。標準ボディでもでかい。このアルミって、バルトかなんか。あ、そうですね。21インチ。はい。でもなんか純正っぽくないですか。そうですね。純正感がありますよね。エンブレムがやっぱ純正。あ、本当だ、はい。変わってんだ。全然違和感ない。これはもうすぐ手に入るんですか、レクサス。あ、そうですね。なんか選べるんですよ、2種類。あ、そうなんですか。メーカーのバルトと。あ、はいはい。なんかレクサスのなんか重要かなって一瞬思ったよ。ここで今めっちゃ汚くて。何が。いやなんか。こういう洗車のさっきの居酒屋取ってなかったか。あ、はいはい、これ外っすか、保管は。いや、あ、外っすね、はい、外大変ですよね、黒。そうですね、今交差ですごいんですよ。これいつから乗ってるんですか。去年の6月頃で。あ、しかも結構乗ってるんですね。そうですね、で前まで前期の600ロングです。あ、そっからの。そうです。まあ後期の方が良かったって感じ。そうなんですよね。これサスコンで下げてる感じですか。いや、これ純正ノーマルの。あ、え、これノーマルですか。何も下げてないですか。下げてないです。一応エアサスのコントローラーについてついてるんですか。はい。あ、本当だ。サスコンはその中に。あ、そうですね。もう買った時からですか。あ、はい。あ、結構ついてんだよな、サスコンは。これでなんか下げれるらしいんですよ。いじったことないですか。そうですね、なんか下げるとなんか。あ、うちに入っちゃうっていうか。あ、はいはい、だったらこのまんまの方がいいかな。あ、なるほど。走行ってどのくらいですか。今16万です、ね。お、結構乗ってるっすね。買った時9万キロ。え、すっげえ、ちょっと待って、すごくないですか。そうなんです。1年経たないで。経たないで。どこ行ってるっ。え、一番やばい月とかガソリン代23万です、ね。うわリッチですね。すごいな、マジで。あ、そんなに。どこ行くんすか、そんな。いろいろ行きましたね。大阪行ったり。あ、遠方の、はい、近場ぐるぐるしてるわけじゃないですよね。そうっすね。結構いろんなとこ行ってて。すごいっすね。近場だけじゃなかなかその距離行かない。そうですね。じゃあ、まあ、しばらくこれ乗るんすか。そうっすね。けど、本当はこれ今、マクレビついてないんですよ。あ、はい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 。やっぱ前がついてて、ついてるやつの方がいいな。マークが入りますよね。そうですね。で、後ろもやっぱ変わってきちゃうじゃないですか、ね。後ろの、ここの、マクレビだとつくじゃないですか、ね。ああ、そう、数が違うんですよね、そうスピーカーの。あ、でもこれ豪華バージョンじゃない、そんなことないですか。バージョン L ですか。はい。バージョン L じゃいいやつよね。で、CC 使って。いや、これね、もらったやつ。あ、もらったやつ。使ってないです。使ってないですね。いや、オブジェみたいになってます。やっぱボタンの数が半端ない。これすごい、使い切れないですね。いやけどやっぱ600ロングの方が内装良かったです、うん、完全に4人乗りだったんですよ。セパレート。そうなんです。セパレートもいいですよね。はい。でマッサージ機もついてて、あ、なんか今超音波みたいなやつしかついてないんですよ、うん、あ、違うんですね。はい。あとなんかやったとかないですか。はキーパーぐらいですか。キーパー、これで一応やってるんですよ。メニューどんな感じなんですか。確かダイヤモンドダイヤモンドキーパー、じゃあ高いやつですか。そうですね、20万ぐらいしてそんなするんですか。で、年一のやっぱメンテナンス。あ、そうです、メンテナンスね。それがやっぱ3万ぐらいするんですか。いや、メンテナンスどうなんですか。なんかこの間、整理して聞いた人は、はい、1回なんか 3万とかね。あ、ちなみに、おいくらぐらいで買ったの。これ買った時、車体だけだと280、90ぐらいした。あ、どうなんですか、安かったんですか。いや、普通ぐらいでした、その時。9万キロ今一気に落ちましたもん。やったー。母さんあんま喋んないでね。あの、NG ワードを連発しちゃうからさ。いやー、なんか緊張してますね。全然大丈夫ですよ。これ左で、はい。右行けないですよ。でっけー。でかいよね、やっぱね、幅がね。後ろどうすか、じゃあ。広い。
あ、もう十分。俺の後部座席決定です。それはダメだよけどこれ家族ちょっと見てもらいたいです。加速やばいでしょ。いや、まさかスポーツ、スポーツにしたいし、今。スポーツですプラス一番パワーが出るからね。あれ、エアサスとかも硬くなります？あ、なると思いますね。やっぱ、コンフォートにすると柔らかいですけど。スポーツ。ちょっともうエンジンも変わるって感じだね。はい。全然違う。だって赤くなってるもん。これ、ゆっくり走ってるときはまたいいよね。そうですね。まあ、ゆっくり走ってるときコンフォートで。ああ、乗り心地もよくみたいな。若干ですけど、違うんですよ。違いますよね。はい。いやー、だって、若干、今17歳でしたっけ？いや、19ですね。免許取れないです。すごいよね。レース乗っちゃうんだから。けど、ベンツの S クラスでもいいなって思ってて。あー、外車系ね。はい、か、また LS か。LS か500か、みたいな。けど、アルファードもいいなって感じで。全部買っちゃいましょう。乗り心地、やっぱいいね。いいっす。けど、なんか買った時の方が、なんか柔らかかったですね。え、なんでそれは？ノーマルだったからかもしんないですね。ホイールもノーマルだったんですか？はい、純正でした。あ、じゃあそっちの方が乗り心地いいっすね。そうですね。で、21でしたっけ今これ。今21ですね。だから多分2インチぐらい上がってるから、ね、重くなってるっすよ。やっぱりやっぱその分加速も、そう、鈍るっす、ね。うん、あと燃費が悪くなるし、見た目はいいんだけどね。はい、今日もずっと高速だったんで 10.2 ですけど、けど街乗りだとやっぱ6とか7ですね。嘘、はい、ハイブリッドでも。そうですね。それ多分セルシオと変わんないっすね。変わんないっすね。バージョン L だとこのボタンやっぱいっぱいついてるんで。この辺違うんですよね、はい、バージョン L は。ここが。あ、これすごいじゃん、はい、椅子のあれとか。はい。あ、豪華だね。はい。試合とかないんだっけ？そうですね。この、多分、ヒーターぐらいじゃないですか。あー、でもまあ、ほんと豪華だよね。母ちゃんとか寝ちゃってるで、だって。目つぶってもらって。あ、痛い。危険だからちょっとやると。危険だ。ホイール変えてからなんか走行音が気になりますね。結構、ノイズが入るんですよね。そうですね。そうだよな。やっぱノーマルが一番快適なんだよね。はい、次は絶対もう、ドノーマルで。で、まあ、モデリスタだけつけたいなって感じ。あー、何、50系の話ですか？あ、そうですね。ノーマルでもアルファードで。あー、それだけで乗るみたいな。はい、5リッターだからね。はい、けど来月、あれですね、重量で。ああ、結構、ね、ああ、そっかそっか。けど、アキさんやばいんじゃないですか。最初2台です。だって、カズちゃん払ってくるの。スポンサーなんで。そう。一回もないけどね、払ってくる。言ってるだけで。ここでちょっとあれ、加速を試せるっていうんですか。今コンフォートですもんね。はい。スポーツです。そうね。しかも4駆だからね、はい。早いよね。で、多分ここもオプションだと思うんですよ。あれ？これもしかして買う？はい、買おうっす。あ、じゃあオプションっすね、多分。ですよね。ダッシュボードも革？はい。これがレスのもあるんですよね。あ、そうです。レスオプションっていうか、まあ、値段が安くなるんですよね、確か。中期とかもそうだもんね。そうですね。前の前期の時も、あ、じゃあオプションだ、それも。やっぱ豪華だね。そうですね。やっぱ、後期の方がやっぱいいですか？やっぱ後期の方がいいです。あー、全然違うよね、デザインが。やっぱ前期中期はあんま変わんないじゃないですか。変わんない。後期になると一気に変わりますね。そうだね。全然違うんですね。あー、4人乗ってたもんね、これね。4人乗ってたこれっす。雨の日とかも結構強いんじゃないですか、4駆だから。全然滑ったことないですよ。あー、FR だとそういかないからね。はい。いやー、でも快適に速いよ。そうですね。余裕だよね。余裕ですね。けどこれ、随分値段落ちましたもんね。落ちたね。マジで。距離行ってると結構、あれじゃない？買いやすいんじゃないですか。はい。見てるともう。今いくらぐらいなんですか？最安で110何万とかで。セルシオより安くなってんだ、場合によって。セルシオも、全然値段落ちないですよ。落ちないですね。いいやつがなんか高いんですよね。まあ数がね、なくなってくからね、セルシオ。まだこれ、数あるでしょ。だからあれなんじゃない？値段も落ちるんじゃないかな。多分46の前期とか、数ありすぎても、ね、そう。だから安いんですよ。はい、まあ維持は大変。まあそうですね。ちょっと心配、はい。心配だよね。結構降りてる人いるから、ね、買っても。壊れて直せたら大変じゃん。はい。まして600とかもハイブリッド。そう。なかなかあれでしょ、ハイブリッドバッテリー壊れて、もう一回それ乗せ替えるって人もいないんじゃないですか。そうですよね。うん十万出して。はい。これもうそろそろやばいんですよ、ハイブリッドバッテリー。
もうダメかね。今14。16です。16か。まあけど、保証入ってるんで。じゃあ大丈夫です。はい、ただ、ハイブリッドバッテリー保証分だけ変えて、あ、はいはい、で、まあ乗り潰しまで行くかわかんないですけど。あ、まだしばらく乗るんですよね。そうですね。気に入ってるんで。ね、快適ですね。コンフォートいいじゃん。ちょっとやっぱマイルドになるかな。そうですね。ふわっとなりますよね。あ、そこら辺が違うんだね。後ろだともっと上がるんですよ。あ、ふわっと。だけど、あとほんとマクレビだけが欲しかったですね。これついてると、やっぱ高いんですか、マクレビついてる。マクレビ50万らしいですね、オプション。だからあれ、中古車の価格も上がるんですか。はい、らしいですね。いや、前期の時ついてて、ほんと良かったんですよ。音も良かった。めちゃくちゃ良くて。まあ、今も、まあ、いいっちゃいいんですけど、やっぱ、あれにはかなわないかな。やっぱりその50万分ぐらいの価値はあるんだ、はいね、はい、快適だよね、カズちゃんね。ダメだ、寝ちゃってるわ、もう完全に。やばいやばい。あ、目開けた。怖いからちょっと、ホラーになっちゃうから。運転はしやすいっすか？そうですね、しやすいっすね。うん。なんかみんなしにくいしにくいって言うんですけど、慣れたのかわかんないですけど。まあ慣れでしょうね。慣れなんですかね。これぶつかったのは違うよね。これ、なんか倒れてるんですけど。これは違いますよね。はい、違います。カズちゃん？あ、俺です。やっぱね。なんか、ふらふら歩いてて頭ぶつけたなと思ったら。人間かい。人間っすか。車だと思ったけど。いや、けど今日多いっすね。まあ、その種類によって違うんですよね。やっぱ増えてるね。増えてますね。車が。なんかさっき綺麗に止めるって怒られたの。どれ？ああ、かなさん。意外に晴れない。厳しい、厳しめなんですね。厳しいですね。さすがっすね。後ろです。ああ、ありがとうございました。ありがとうございます。またチェック入りますよ、これ。ちゃんと止まってるか。最高じゃないですか。ありがとうございます。